がん、そして腸からの出血により余命1週間と宣告されたわびちゃん。前回の動画では余命宣告から3日間の生活の様子、それでもご飯をしっかり食べている様子をご報告できました。たくさんの温かいコメント、またスーパーサンクスをいただきありがとうございます。収益はわびちゃんの医療費に充てさせていただきます。今回の動画はその後の7日目までの様子となります。結論から申し上げると、わびちゃんに大きな変化はなく、一緒に生活ができています。しかし、食欲は徐々に減り、ご飯は食べたり食べなかったりとムラが出てきました。また、正確な体重は測っていませんが、少しずつ痩せている様子が、毎日見ていても視覚的にわかるようになりました。それでもわびちゃんは2匹の猫に支えられ、懸命に毎日を生きています。ごめんね、ちょっと。もうちょい。
じゃあいくよ。あちゃん。ごめんね。よいしょ。うん、始まり。